多分、不幸な結婚式になったであろう、という式なんだが、職場の後輩から、式の参加の打診を受けた。その時に、立地が微妙なので、当日車で来てほしいと言われた。送迎のバス代をケチるつもりだなぁ。と苦笑いしながら OK をした。前日、突然後輩から、明日、少し先輩にお願いしたいことがあるので、早めに来てもらえますか。だいたい丸時頃でいいので。と、1時間以上早い時間を指定された。受付は、別のやつが頼まれてるし、突発で、何か余興でも頼まれるんだろうか?と、不審に思ったものの。まあ、段取り悪い後輩だし、しょうがないかと承知した。そして、当日、式場に着いたら、突然、紙を一枚渡されて。じゃあ、先輩、今から〇〇駅に行って、丸人拾って、こっちの駅で三角人拾って。と、なぜか、送迎の指示を受けた。いや、俺、今日、妹の刑で来たから、あと三人しか乗らんのだけど。と言うと、驚いた顔で。なんで刑なんかで来たんですか。Lブランド乗ってるって自慢してたでしょ。といきなり切れた。妹が友達と出かけるから L ブランド貸して、代わりに妹の刑を借りてきたんだよ。と言うと、ああ、計画が全部めちゃくちゃだ。楽しいですか?楽しいでしょうね。他人の結婚式をめちゃくちゃにして。と怒り出した。さすがに、これは理不尽すぎると思い。悪かった。じゃあ、俺は用がないみたいだから帰るわ。と帰ろうとすると。ちょ。先輩が帰ったら誰が送迎するんですか?責任取って、何往復でもして送迎してくれなきゃ困りますよ。大体、その後のカメラは誰がやるんですか?カメラまで俺にやらせるつもりだったんか。呆れ果てて、タクシーでも捕まえてもらえや。とだけ言い残して、さっさと帰った。その後、その式が、実際どうなろうと知らんわと思った。後日、他の出席者から、当日来るはずのゲストが、こぞって遅刻してきたこと。何をとち狂ったのか、自分の上司にカメラマンを頼んで怒らせて、上司も結局出席せずに帰ったこと。その上司のスピーチを埋めるために、親族にスピーチを頼んだのだが、しどろもどろでどうしようもなかったこと。新郎が一日中拗ねた顔で、全く盛り上がらなかったことなどを報告され、二次会で、俺の名前を具体的に出して、暴言を吐いていたことも報告された。B ランク国公立大卒の成り物入りで採用されたんだが、人間性その他に問題ありで、うちに左遷されてきた後輩だったので、その後も、それなりの扱いしかされてない。障害はないけど、軽度のアスペルガーとか、そういうのんじゃないかという噂はある。そいつはまだ働いてる。嫌がらせか、新婚旅行のお土産を、俺と上司にだけ買ってこなかった。役職的には、俺と新郎は同等で、俺は上司ではないんだよね。ただ、俺が、1年先に入ったのと、今の部署での先輩という立場。その後っていうか、結婚式の後、向こうの親と揉めたって話は聞いた。披露宴のお金は、新郎が一括して払って、式の後で親に請求したら、親が、そんな話聞いてない、と言い出したとか。新郎に、事前に話したのかどうか、を確認したら、いちいち確認するようなことじゃない。式は、折半が常識。後になって払わないなんておかしい。口座番号を押し付けてきたので、終日中に支払わなければ、弁護士にでも相談に行く。と言ったらしい。やっぱ、どっかおかしいよな、こいつ。